こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は EU 仕入れの報告、その後ですね。えー、EU 仕入れ報告は、まあ、今回がラストで総括です、えー。中国仕入れはね、アメリカじゃなかった、オーストラリアアマゾンでの販売の相性はバッチリ。えー、しかし、アメリカアマゾンと JP アマゾンでは、えー、チェックすべきことが事柄が結構あります。 一般んでざっくり検品が重要とかね、そんな単純なことではなく、もっと細かく注意すべき点があります。これはまた中国仕入れを実践する会員さん向けに商品に合わせたサポートをします。で、今回中国行ってみて思ったのはですね、中国は仕入れより販売場所として魅力があるというふうに思いました。まあ、そして何より中国に行って良かったことですね。中国という市場の魅力を知りました。 実は中国市場はネット販売のマーケットとしてはすでに規模は世界一です。まあ、でもね、所得は低いだろうし、まあ、流通も不安があるし、まあ、返品なんかも多そうと、そして何より取り組むには面倒な手順が必要だなと思ってました。しかし、これらの予測はことごとく覆りました。まず所得は国民全員で割ると低いです。でも一部の人たちの可処分所得は日本よりも高いです。 今回訪れたのは観光地の甲州、それから世界の工場 EU、それから上海ですね。まあ、これらの人たちの、ね、都市の人たちのライフスタイル。まず甲州、えー、甲州のね、えー、いいホテル、4シーズンの宿泊は一番安い部屋が7万円から、えー、いい部屋が7万円じゃないですね。7万円以上ですね。安い部屋で7万円。でそれからランチはね、一人1万円のレストランが週末は満席で予約なしでは入れないです。 それとね、観光地最高は、えー、夏休みの、まあ、ディズニーランドのような人だかりと、ね、うまく歩けないと、そんな感じでしたね。EU、まあ、これ驚いたことにね、えー、車は数千万のポルシェやベンツ。これ数千万点のはどういうことかっていうと、普通にね、えー、日本で1千万しないような、まあ、800万とかのポルシェが、中国に行くとね、えー、2400万とかそれ以上とか、まあ、何しろ、えー、会社には高い関税かかってますんで、 車は非常に高いです。それでもね、えー、皆さんポルシア、ベンツー、BMW 乗ってますねで。日本車も人気です。で、まあ、えー、甲州だとね、まだ、えー、普通に韓国の車とか中国車もありましたけど、えー、EU だと、もうそんな車は、えー、タクシー以外ほとんど見かけないです。まあ皆さん日本車かドイツ車、ね、乗ってます。で、上海。上海は、 まず不動産が高いですね。えー、70平米で1億8000万円。で、高級ブランドと高級レストランだらけのショッピングモールが賑わってます。もちろん値段はね、日本と同じか日本より高いという価格設定で賑わってると。まあ、これ完全にですね、まあ日本のバブル期を彷彿させ,彷彿とさせる要素ですね。で、もちろん、まあ、金があるのは一部の人だけだと思います。 まあただ何しろね、えー、一部の人たちって言っても、もともとの分母が13億人いますんでね、えー、一部の金を持っている人たちと、まあ、一部の金を持っている人たち、えー、比率というか人数を比べたらですね、日本やアメリカより多いことは間違いないと。まあ、それがすなわち、えー、そのネットショッピングの、ねえー、市場規模のデカさとかにもなってると思います。まあ、世界で一番ね、金があって、 使それはね中東の石油関係の人とかは金持ちですけど本当にごく少数しかいないしねそういう人たちに売るものを見つけるっていうのはほとんど無理ですただ中国はもう全体のパイがでかい中にね、えー、日本で見つかる商品で日本に住んでるからこそ扱うことを思いつく商品を求める人たちはね多分世界でやっぱ一番いると思いますんでこれはまあ市場としては非常に美味しいなと。 ね、そして何よりも高級品を供給できるライバルはほとんどいませんこれ今ね中国のタオバオで取り組んでる人たちっていうのは、まあ、やっぱ中国に住んでる人たちですからねまあ日本に売ってるもんで中国にないもんっていうのいっぱいあるんですけど、えー、中国人がやれるのは日本で、えー、日本じゃねえ、や中国に置いてある日本商品しか要は気づかないとねだから中国に置いてある、えー、日本商品まあ なんかお菓子とかね、えー、おむつとか、まあ、その辺は誰でも思いつくんでライバルたくさんいるでしょうけど、まあ、逆にも,もうちょっとね、日本でもこだわりのある人しか知らないような商品っていうのは、中国人が知るわけがないと。ね、そういうのを扱えば、かなり儲かるんじゃないのかなというふうに思いました。でそして何よりも取り組みには、まあね、中国だから面倒な手続きは必要かなと思ったんですけど、これもどうやらそうでもないようですし、えー、何しろ驚いたのはね、 宅配便、日本以外だとないと思ってた各住居への配達をですね、なんと上海ではやってました。大連ではやってないそうなんですけど、上海は個別配達やってます。それから EU もやってます。ってことはね、個別配達するような地域に住んでる人だけをターゲットにすれば、配達の問題はほとんどないと。ね、これは嬉しい誤算というか驚いた誤算でしたね。えー、そういう状態なんで、 まあこれは中国へのネットショップ面白いなというふうに思いました。で今回、私はまあオーストラリアアマゾンでの物販開始に備えて中国に行ったわけなんですけど、アマゾン商品はね、アマゾンの au では中国商品が高く売れます。これはね、もう確信しました。なぜなら、えー、オーストラリアの、えー、ホームセンターとかね、デパートに置いてある商品、これそのまま中国商品でした。eu に置いてある商品とほぼ同じものが置いてあって、 値段は大体オーストラリアで30倍から50倍で売ってます。でそれ考えたらね、えー、単純に、えー、15倍から25倍ってね、オーストラリアのリアル店舗のね、えー、半額で売っても利益が取れる計算になりますし、逆にね、リアル店舗より高く売れそうな商品もちらほらありましたんで、これはま,あますますね、えー、オーストラリアの Amazon 始まるの楽しみだなというふうに思いました。 ところがね、一応今年中に始まるってことには言われてますけど、まだ時期が分かってません。でところが今回ね、中国に行ってガゼン興味が出た物販処方タオバオを使った中国室は、これやろうと思えばすぐできると。ね、で魅力は主に3つありまして、えー、無在庫で取り組めます。でね、うまく商品を見つけた時の報酬はでかいです。何しろね、市場がでかいですからね。で、3つ目としては、 一から数名の太いリピーター客を見つけた時の報酬もでかいです。これね、日本商品で高級品を欲しいと、ね、っていうお客さんをうまく自分の趣味で、ね、自分しかなかなか知れられないもんでね、えー、お客さんをつかめば、えー、無駄遣いを毎月数百万する人とかをね、えー、見つけるのは可能性としては非常に高いんで、まあ、これはなかなかね、えー、eBay とかヤフオク初期に、ね、太い客をつかんで、 そそののののイベアだのヤフオクじゃななくてその客のリピート販売なんですかねある分野の商品例えばね変わったハードロックのレコードだけをソムリエのように集めて毎月170万売ってるとか、えー、決まったおもちゃをね毎月170万売ってるとか、まあ、そういう仕事ができるという可能性があります、まあ、興味があれば始めるならサポートします で、個別サポート会ならね、追加料金は不要ですんで、えー、やってみたいという方は声をかけてください。で、また、まあ、興味がある人がいればね、引き続きタオバーを使った中国輸出の情報も配信します。まあ、これから調べて始めてきますし、実践してる方いるんでね、まあ、その方に聞いたりとか、あるいは自分で実践してこうだったという情報を配信してきます。まあ、ただ、アマゾン輸出でね、えー、サポートを受けてる方たちなんで、えー、興味がある人いなければ、 ね、配信してもうざったいだけなんで、えー、興味がある方だけに個別でサポートしていく形になりますんですぐ始める気はないけどちょっとその中国輸出面白そうだねという方がいればね、えー、声かけてくださいあのー、情報として、まあ、メールマガで配信するのか個別のサポートするのかともかく、えー、興味がある人いる,いるのかいないのかによって変わってきますんで声かけていただければと思います 引き続きね、US Amazon は有望です。まあ今現在やっぱりね、取り組みやすいのは FBO を使ったアマゾン o 輸出ってのはこれは間違いないとこです。ただね、最近アカウント登録なんかも、ちょっと以前のようにね、緩くはなくなってきてますし、始めてすぐはね、あんまり売れないっていう度合いも高くなってきてますんで、まあ、えー、新規参入のハードルはどんどん高くなっていると。あと Amazon 輸出に取り組んでてもね、 えー、しばらく3ヶ月以上とか休んでると、おそらく新規参入と同じことになってしまいますので、まあ、一度稼げた方は、ね、引き続き売り続けるということにしてください。まあ、そうじゃないとね、今から休んじゃって、ホリデーシーズン直前になってね、えー、商品出し始めても、もしかしたらホリデーシーズン、えー、間に合わなくなっちゃうかもしれませんし、えー、ホリデーシーズンに、ね、参加しないと、何のために US さんまずやってるのか分からなくなっちゃいますので、えー、そういった意味もあって。 あまり休みすぎると売りにくくなっちゃう可能性が高いというのがね今の a エスアマゾンの状況です。で中国輸出、あ中国輸入、ね、中国商品の仕入れ、えー、見つけに行く前は、中国で買った商品ならね日本で売って儲かるのもそこそこあるのかなというふうに思いましたけど、これは、えー、アマゾンの FBA で売るとかね。 ヤフオクで売るとかだと、正直ちょっとね、えー、難しいだろうと、儲からないことはないでしょうけど、まあ、例えばアメ,ゾアメリカ、アマゾンで売るのに比べたら、やっぱり中国商品を仕入れたところで、やっぱり日本は、えー、攻略しにくいと、ね、市場はちっちゃいのに求められる品質は高いというこの特性を考えるとね、やっぱり日本市場にこだわって、えー、販売するっていうのは、ちょっとあんまり、えー、効率よくないなと思いました、それが正直な感想です。 まあ日本はね、販売場所ではなく、仕入れ場所として魅力的ですで。日本に住んでいて、日本で仕入れて、海外に輸出できるというのはね、えー、とても恵まれたことなんだなというふうに実感しています。えー、そんな形で今回は EU の総括、ね、仕入れ場所としてもまあいいけど、それよりもね、販売場所として非常に有望だなというのを気づいたと。あと引き続きね、えー、やはり、えー、輸出に力を入れるというのがね、日本に住んでいる場合の 稼ぎやすい手法だなというのをね実感しました。以上天馬アカデミー堀秀夫でした。